さあ、ではセーブデータから始めていきましょう。殴られて復活したところからですよね。はい、まあここの部分はまあそんなにはいらないと思うので、パパパパーっと過ごしていきますね。4時間半で始まってからが本番ってことやと思うんで、まあまあちょっと、まず新聞部の部室に行って棚を探すっていうのが NG ってことやんね。あれも何の抵抗もできなかったから、それはまず絶対ダメで、多分合ってたんやろうと思うのが、振動をこう縛りつけたこと、あれはまあ間違いなく合ってたやろね。でナイフをゲットしたみたいな感じですよね。ただナイフゲットがちょっと怖いなとも思うんすよね。そのナイフゲットしてしまってたら殺しちゃうよねっていう、なんか今も岩下になんか噛まれた時に嫌な予感はしたんですよ。結局岩下に殺されたからある意味良かったんすけど、岩下殺しちゃうっていうパターンもゼロではないというか、なんかその辺が気にかかるっすね。怖いわ。全員があの悪い顔の時のやつやね。とりあえず出会ってないのは風間、荒井、福沢、細田、まだ出会ってない。全員なんとか対処するってことなのかな。ただそもそも見つける見つけないの話があるからな。でもぶっ殺してってもいいけどな。どうなるか分かんないですけどね。ぶっ殺してって、もう全員ぶっ殺していくみたいな。そのーあー、これここも関係あんのかな。舐める舐めないの話も、いくらなんでもそれはできない。やってみよう。いやだ、そんなことはできない。僕にだってプライドがあるんだ。そう、じゃあ舐められるようにしてやろうか。パチンと日野が指を鳴らした。まるで映画で見たマフィアの子分のように細田と荒井が音もなく動いた。うわ、僕の頭を固定して顎を掴む。やつらの指が頬にめり込む。ミシミシと嫌な音がして僕の口を無理やりこじ開けられた。その中に日野が靴を突っ込む。うぐ、ほらこれで許してやるよ。俺が優しい先輩でよかったな、シリジョー。口の中に泥と埃の匂いが広がる。吐き気がした。でも僕はそれを必死に耐えた。いや、吐いた方がええで、カプセル。それ以上こいつらに惨めな姿を見られるのが嫌だったからだ。その代わり日野が靴を引っ込めた時に睨みつけて唾を吐いてやった。懲りない奴だな、お前。この状態で何ができるって言うんだよ。振動が俺の腹を蹴りつけた。グハ。ほらな、蹴られたって避けることもできねえだろ。もっと利口に振る舞えよ。言いながら振動は何度も僕を蹴った。この野郎、この野郎、マジで調子こきやがって。そんなに力を入れているようでもないのに、振動はかなり喧嘩慣れしているらしい。まあまあその辺にしてやれよ。笑いながら日野が振動の肩に手を置いた。日野様がおっしゃるのでしたら。振動は頭を下げ素直に引き下がった。日野様、何なんだこいつらは。変な宗教でもやっているのか。ほんまやで、これお前は短気すぎるな。もう少しでみんなの楽しみを奪うところだったぞ。偉そうな日野の態度にあの振動は何も口答えしない。申し訳ありません。この7人には何か他人には分からない強い絆のようなものがあるのだろうか。その時僕ははっと息を呑んだ。気づくと腕を縛った縄がだいぶ緩くなっている。これなら逃げられるかもしれない。奴らを見上げる。みんな日野を見つめている。機嫌を損なわないように損ねないようにピリピリと緊張しているのが分かる。日野がやっぱ一番やばいね。僕はこっそり縄から腕を引き抜いた。今のうちに足の縄もほどかなければ。身をよじる。大丈夫、まだ誰も気づいていない。何度も動かすとなんとか縄が緩んだ。これなら抜け出せそうだ。呼吸を整え、タイミングを測る。いいか、俺の命令には絶対服従を誓え。そうでなければ。日野が大きく腕を振った。みんなそれに気を取られている。今しかない。僕は羽を着た。おお、行った。ドアに向かってダッシュだ。でもその時誰かが僕の足を引っ掛けた。うわぁ、よろめいた。バランスを崩して棚に突っ込んでしまう。背後で一斉に笑い声が上がった。ああ、もう楽しませてくれるよな。予想した通りのリアクションだよ。みんなゲラゲラ笑っている。僕は血が滲むほど唇を噛みしめた。もてあそばれている。こいつらだけは絶対に許せない。自然に拳を握りしめる。日野は目ざとくそれに気づいた。殴りたいのか。俺たちに手を出したらお前は死ぬんだぜ。ニヤニヤと笑っている。今持っている解毒剤は偽物なのさ。本物のアンプル。ああ、そういうことなんや。
この学校のどこかに隠してある女じゃな。場所は俺しか知らないんだ。俺を怒らせない方がいいんじゃないのか。卑怯者、僕が叫ぶとまたドッと笑い声が上がった。腹立つ。お前俺たちの恨みを受けているんだ。これぐらいは当然さ。ついでにもう一つ、絶対に学校の外に出るなよ。もし出ようとしてもアンプラ処分させてもらう。何の毒か分からなければ病院だって解毒のしようがないだろう。助かる方法はこの学校のどこかに隠されているアンプルを見つけることだ。いいな。まあ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 、始まったね。はい、いっそのこと何もかも捨てて殴りかかってやろうか。ここは我慢する。それでいい。お前でもお前はさっき俺に逆らったよな。そんなことをするとどうなるか教えてやるよ。また押さえつけられた。無理やり何かを飲み込まされる。今お前が飲んだのは毒の効き目を早める薬だ。うわだるー。ペナルティとして残り時間30分縮まったぜ。うーわペナルティ食らった。靴舐めた方が良かったんや。最悪や、最悪ですわ。急げ急げ急がないと死んじゃうぞ。オッケー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 。まあでも30分やったらまだなんとかなるわ。2回目やからね、私。早く早く、シリジョー君。デブの細だ、こら。デブの細だ。あいつ、ほんま。ナイフで、そいであるぞ、ほんまに。オッケー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 。残り4時間。うわぁ、すごい、ちゃんとしてる。急にこのゲームちゃんとしてる。まず職員室。オッケー。まず職員室で、職員室で、どこやったっけ？掲示板？ドライバーのセットも取らなあかんから、机を探して、2階探す、もっとよく調べた方がいいんだろうかがヒントですね。2階探して、スタミナドリンクではなくて、ドライバーセットをゲット。さあ、アンプルがないんだ、アンプルが。掲示板を探す。そし、鍵束。で、これ以外は、とりあえず何もない。もう死にゲーやからな、これは。覚えゲーという感じで行くしかないね。場所を変える。電話はどうせ通じない。ので、で、これでまず、宿直室行きます。OK。新聞部の部室は絶対行ったらあかんしな。入る。ここで、懐中電灯とナイフをゲットするってことですよね。駆け寄ってもいいかな。いや、もういらんことせんとこ。これ行って、よく見て、先生ってなって、で、ダダーンってなって、うわー、で、死ねーで来て、振動が突っ込んできます。間一発避けた。振動怖えな。めっちゃ綺麗なストレートやん。相手の懐に飛び込んで、ナイフ落として馬乗りになった。で、これでアンプルのことを聞く必要もないから、とりあえずこれは縛っておく。よし。よし。で、靴下突っ込んで、懐中電灯はどこや？どこやったっけ？棚か。懐中電灯あった。おし。これはまあ持っていこう。よし、こっからスタート、で、科学室はほぼ何にもなかったと思うので、ビズス行ってみよう。そういうとこにあるかもしれない。鍵で開けて、さあ、誰がおるかやねんな。めっちゃ怖いな。工具棚。めっちゃ怖えな、マジで。順番にやるしかないな。アンプルはない。おっとっとっと、来た来た！突然、棚のガラスに人の影が映った。後ろに誰かいる。振り返るか。それとも気がつかないふりをして、もう少し棚を探してみるか。気がつかないふりをする。だんだんと僕に近づいてくる。そして僕の真後ろに立った。そして、手を振り上げた。今だ！僕はそいつに肩から体当たりをかました。ナイス！
キャッ、不意をつかれてそいつはもろに僕の体当たりをくらい倒れた。ナイス、僕はそいつに踊りかかった。お前かい風間、こら貴様。僕は風間の首を締め上げた。風間は苦しそうにうめき声を上げた。苦しい、話してくれよ、死んじまうだろう、どうする。いや、まあまあ首を締め上げるのは良くないと思うな。殺してしまったらやばい、少し緩めてやる。しょうがない、僕が少し手を緩めてやった。すると風間、赤慌てて上げた腕にガツンと何かがぶち当たる。こいつめ、僕は再び奴の首を強く締め上げた。やめろ、カンナで殴ろうとした。これで殴ろうとしたのか、もう少しで頭をやられるところだった。風間は首を絞められながらもうすら笑いを浮かべている。どうする。いやー、これはむずいな、どうする。殴る、話すのはまあない、頭を棚にぶつける、気絶させたいっすね。もうやつに遠慮することはない。首を締め上げたまま戸棚の中に風間の顔を突っ込んだ。来た割れた。ものすごい音がしてガラスが割れ、その中に風間の頭を押し込んだ。ガラスで頭を切ったのか、風間の額から一筋の血が流れ落ちていた。殺すぞ。僕は風間を見事でそう言ってやった。許して、悪かった、よしよし、来た来た。途端に風間は人が変わったように僕に許しをこうた。僕が許してくれと頼んだ時、こいつらは笑っていやがった。それなのにこいつは今手のひらを返したようにおとなしい。何でもしますから許してください、お願いです。何でもする、本当か。僕は念を押した。はい。風間は何度も大きくうなずいた。うなずくたびに風間の頭から血が流れ落ちた。どうする。これはでもアンプルがどこにあるのか、アンプルが、うわぁ、アンプルは知らんと思うんですよね。縛ろうか、雑巾を押し込もうとした。いや、やめろ、汚いだろ、僕の美しい顔に何するんだよ。うるさい、殺されないだけでもありがたく思え。僕は風間の口に汚れた雑巾を押し込んだ。もごもご言ってもがいていたが、すぐに諦めておとなしくなった。さあ行動に移そう。よしよし、2人目クリアや。机を探す。これはなんだ、来た、掘りかけの版画の板だった。誰かの忘れ物だろうか。版画か、そういえばここになら何か武器になるものがあるかもしれないな。さてどこを探すか。工具棚を探す。これ武器やな、ノコギリやトンカチやらたくさんある。奴らと戦うことになりそうだな。工具棚を物色した。工具箱ごと持っていきたいが重くて邪魔になりそうだ。その中からトンカチとノコギリを手に取った。さっきやられたところが少し痛む、でもまあ動けないほどではない。二刀流だ、来た、二刀流、宮本武蔵になった気分。トンカチとノコギリや、脳筋系やなこれ、技量系やな。美術部準備室に行く。無駄な時間はそんなには使ってないはずやから、美術部の生徒が描いたらしい絵がたくさんあった。こんなところにアンプルなんかあるわけないか。おや、僕はその中から一枚の肖像画を見つけた。岩下だ、岩下、誰が描いたのかわからないが、そのキャンバスに描かれたのは紛れもない岩下明美だった。何かに使えるかも。来た、岩下の岩下対策なんじゃないこれ。机、これはなさそうやな。オッケー。ちょっと待って、美術室でゲットしたこれで行くか。岩下対策、新聞部の部室。うわ怖いなー、ありなしで言ったら、まあまあ行ってみようか。いやー、細田はトイレにおると思うんですよね、僕は。細田はトイレやと思うから、よっしゃ、新聞の中に入った。誰もいない、どこを探す。足噛まれんのはどっちでもかな。テーブル探すか。来た、その時僕の足を誰かが掴んだ。机の下に岩下が隠れていた。来た。テレレレー、死ね死ね死ね、叫び続けている。ちょっと違う。
僕は怖くなった。足を振りほどこうとする。でも虎バサミにでもかかったように僕の足は固定されている。これが女の子の力か。今よ。え、うわ、協力プレイヤーやばい。岩下が絶叫した。なんだって。うおー、ザクッという音とともに僕の背中が切り裂かれた。あかん。もう一人隠れていたなんて。倒れながら振り返ると、彫刻刀か。まだまだ一応生きてるか。もっと荒井が僕を見ていた。岩下の声聞こえる。あなたが死んだら死体は私がもらえることになっているの。大切にしてあげるからね。怖っ。怖っ。薄れていく意識の中で岩下が僕の死体を抱きしめる光景が浮かんで消えた。またやー。岩下めちゃくちゃ強えなー。これはもう行ったらあかんレベルかな。岩下対策がちょっと必須かもしれないっすね、これね。うわ、むずい。オッケー、ちょっと戻しますわ。じゃあ、次回は、そうですね、新聞部の部室行く前の状態まで戻してきて、そこから何ができるか、ちょっとやってみたいと思います。これはまあ、おそらく骸骨エンド。でしょう。じゃあ次回行きます。